卓球ワールドカップ女子2019年の大会を見ていきました武井さん現地にも行かれていたと思うんですけれども、はい、改めて見て見いかがでしたいやもう中国やべえよって中国はやっぱりやばいよっていうのがねちょっとこの頃からさらにあのなんか新しいまた今までの伝統的な中国の強さに新しい武器が加わってさらにこう層も厚くなって。 なんか最新鋭の武器も装備し始めたみたいな、はい、なんかこう第2フェーズに入ったなっていうのを気がしてるんでね,、うん、そ,でねそのすごさもちょ感じていただきたいですし、うん、だけれども、それに次ぐ日本も力をつけてきてるんだよって、はい、その辺りにちょっと注目してほしいですね。うんうん はい、平野さんはいかがでした振り返っていくとやはり2016年のリオからやはり各チームのなんか層というのがだいぶ変わってきて新しい風みたいなものがどのチームもある中でやっぱり日本はすごく安定感が増したよなって感じたのがこの大会だったので、うんはい、ここから、ね、また今年の世界卓球団体戦がどんな戦いを見せてくれるのか非常に楽しみです藤井さんはいかがでしたか。はい やはりこう他を圧倒する日本の強さっていうのを他の国にもすごくこう知らしめれた。うん 大会だったと思うんですけど、うん、やはりこの世界卓球、今年また団体戦行われますけどやはり今度は若いチームに少しなると思うんですよね、うん、経験値がまだ浅い選手が入ってきた中でまた今後どういう風なチーム編成、うん、どういう雰囲気のチームになっていくのかなっていうのを世界卓球、今年の9月本当に楽しみになりましたね。ご覧ください、はいはお楽しみに楽ししみみにに